こんにちは、デリッシュキッチンです。お祝いの日にきゅうりの編み込み寿司を作ります。まずきゅうり2本を用意し、ヘタを切り落とします。ピーラーで薄切りにしましょう。これを1センチ幅に切ります。マグロ 100g はめんつゆ3倍濃縮大さじ2をかけ、ふんわりとラップをし、冷蔵庫で30分漬けます。ご飯お茶碗1杯分を用意し、すし酢大さじ1をかけ、切るように混ぜます。ボウルに卵2個を割り入れ、塩少々を加えます。水溶き片栗粉を加え、よく混ぜ合わせましょう。卵焼き器にサラダ油を薄く引いて熱します。卵液の3分の1量を入れましょう。形を整えながら弱火で焼きましょう。裏返して両面焼きます。同様にあと2枚作りましょう。少し重なるように縦に並べたら、マグロを間隔を空けて並べます。手前からきつめに巻きましょう。巻き巣の上にラップを敷き、きゅうりを並べます。格子状に編み込みましょう。編み終わったら酢飯を薄く広げます。残ったきゅうりをのせ、卵で巻いたマグロをのせます。手前から巻いていきましょう。全体をなじませ、食べやすい大きさに切ります。器に盛り付けたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。